親愛なる視聴者の皆さん、こんにちは。チャンネルジェームズナードスへようこそ。今回はサラダを守るためにボルトが危険な敵ヒダリと対峙したあの場面に戻ります。彼は師匠であるうちはサスケのクローンであり、同じ能力を持ちながら記憶はありません。果たしてボルトは十尾の一部でもある彼を倒し、仲間や木の葉隠れの里を守ることができるのでしょうか。見た。あいつの服についた血、俺のより早く乾いていた。ああいうことって昔からあったのか。だからって見捨てられるわけねえだろ。仲間は絶対に見捨てねえ。ヒダリに勝利した後、ボルトは素早く茨の魂というアイテムを手に取ります。このアイテムは師匠であるサスケを取り戻し、運命を覆すことができる力を持っています。しかしジュラには別の計画がありました。彼はボルトを狙って銃を撃ちます。